はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。あなた、常磐線様。ご支援ありがとうございました。あれをたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。常磐線っていうのは、松戸とか、新松戸とか、あと、いわき市に繋がっている、線であります。11月13日日曜日、松戸市議会選挙ポスター貼り、ボランティアさん大募集であります。13日の10時に、新松戸駅西側に集合してください。よろしくお願いいたします。ご参加くださる方は、班分けの都合がありますので、班をいくつに分けるかとかですね、一般の人数は何人ずつ分けるかとか、都合ありますんで、靴沢良治@gmail.com まで、お名前、車両の有無、まあ、バイクでご参加も歓迎であります。をご連絡ください。このメアドはですね、動画の下のもっと見るをクリックしていただけると、ドドドドドって開きますんで、特に乗組員さんが足りておりません。よろしくお願いいたします。車の、でのご参加も大歓迎なんですけれども、特に徒歩で、参加される方が足りておりません。よろしくお願いいたします。公安調査庁に画像提供いたします。11月6日日曜日、会見許すな銀座デモが行われたみたいであります。先発、デモ隊の、一番先頭がですね、延べで100人弱の逮捕者を出している関西ナマコン、ちなみにですね、オウム真理教の有罪確定者は190人から200人ですから、本当だったらね、100人弱捕まってんだから、ワイドショーでオウムの半分ぐらいは騒ぎになってないとおかしいんだよね。まあ、テレビ局はですね、犯罪組織カンナマの仲間ですし、まあ、報道しねえんだろうな。NHK スクランブルを報道しねえように。お次は、中核派、前進チャンネルが来ておりました。あとですね、神奈川労組交流センター、三浦春馬、なんとか社部会っていう上りも見えますね。次は、所属不明の天皇制粉砕なんて書いてある、非国民の旗、天皇制度なんて制度はないですからね。ないですか。奴らが制度って言い張ってんのは、制度だったら廃止できるからであります。レイバーユニオン、深岡、合同労組、自衛隊、明記憲法9条に、ノー、は多分どっかの9条の会ですかね。福岡県労働組合交流センターっていうとこも、いました。婦人民主クラブ福岡支部、福岡多いな、ここはな、オスプレイ反対、沖縄労組交流センターなどなど、こちら、前進者、4番手、中核派の本体、週刊前進、星野大阪は、無罪だなんて、無実だなんて、上りありますけれども、じゃあなんで50年も潜伏してたんだよ。なんで逃げ隠れしてたんだという話でね。まあ、中核派の、テロリストなんですけれどもね。前進って、漢字がなんか変だな、怖いな。なんで前進かっていうと、知識の前進っていう設定だったんですよね。自分らは、共産主義者は分かってるインテリで、大衆を導かないといけない。リーダーだ、いうよね。今では、左翼なんてバカじゃねえと続けてらんねえよね。こんな無理のある論理っていうのが一般常識になっておりますけれども、その当時は、まあまあ、前進、前衛とかね、自分らがリーダー、前に出る人間っていう設定でやってて、いまだにそれやってるっつうね。哀れな高齢者たちが中核派であります。中核派のアイドル、洞口杉並区議も参加しておりました。あとこちら、今新宿区議で、新宿区長選に立候補しておる、よだかれん、令和の人であります。なんで新宿区長選に立候補中の人間が、銀座で凱旋やってんだっていう話なんですけどね。もしね、次に銀座のある中央区でなんかに立候補したら、これ慈善活動で選挙違反ってなりますよね。全学連のヘルメットをかぶった
まあ40ぐらいかな、この人な。全学年ってまだあるんだ。いつまで学生やってんだって。以上ですね、各陣営の勝手な主張が多すぎて何が何だかわからない。横断幕は会見許すなっていうものでしたけれども、大阪さんは無実だとかですね、天皇制粉砕とかですね、何が何だかわからない。中核派のデモでした。まあ、主力は中核派なんだろうな。支援者向けの、活動やってます。アピールなんすかね、こういうのに金出す人がいなくなるかならない限り、こういうごったに主張のてんこ盛り、欲張りセットの左翼デモもなくならないのかなって思います。税収総額過去最高更新68兆円でも増税を目指す岸田総理に、SNS でなんで還元しない、国民の敵、財務省の犬、鬼ですか、批判相次ぐなどということですね。公文社の週刊誌が記事にしておりました。ネットの話です。還元しなくても選挙に勝てるから、セルフ経済生成からセルフ国家殲滅に移行、岸田は絶対増税するなんて前から言われてたぞ、ほぼ財務省のせい、何が何でも日本人に増税、日本人少子化消滅、岸田は聞く耳は持ってても考えるのも急がないから。物価と税金と社会保険料が上がる地獄の自民党政権と、ここぞとばかり安倍側が湧いてですね、自民党が悪いよ連呼しておりました。減税しなくても選挙に勝てるから減税しない、これは真理だと思われますね。そんな自民党が与党でいられるのは他の野党が論外すぎて選択肢がないからですよ。かつて民主党政権っていうのがあってですね、消費税増税は議論すらしませんって選挙前にするのに、政権取った途端に、5% から 10% に倍増した悪魔であります。こういうとこと比べたらまだマシってなってしまいますよね。結論は自民がダメなのは野党がもっとダメだからであります。ではなぜ野党が論外のままいられるかっちゃえばですね、テレビが守って甘やかすから、これにつきますね。つまりしつけを誰もしてくれないっていうね。鳩山由紀夫母ちゃんからの小遣いで贈与税脱税騒がない、菅直人数千万円単位で北朝鮮関連団体に資金を流す騒がない、野田佳彦消費税を倍増叩かない、何をやっても咎められない野党は、しつけもですね義務教育もされずに野生で育った子供のごときなり、土左翼の公文社フラッシュが書いた記事ですけど、減税しろっていう点では一致しております。私、我々も、ただまともな、我々が左翼と違うのはですね、左翼は福祉も増やせって言うんですよ、もっとくれって言うんですよ。福祉増やせもっとくれっていうのは増税してくださいって言ってることと同じ意味なのに、減税しろってね、そういう二律背反を何の疑問もなく叫んでるバカであるところが我々と違う。二律背反って、お分かりでしょうか。例えばタイヤ、車のタイヤなんですけれども、燃費を良くしようとしてゴム硬くすれば、グリップ力が劣ってレースとかでは勝てないとかね。あとレースで勝てるように、粘着力を高めると寿命が超短いであるとか、燃費がすごく悪くなるであるとか、まあまあそういうような相反する条件ですよ。減税しろと福祉増やせは相反しますから。我々一般人はですね、おせっかいな至れり尽くせりの大きな政府はいらないと。実質税負担率 48% は重税すぎんだろ。少し減税してくれって言ってるだけで、もっと福祉をくれくれ、福祉増やしてくれは言わない点で、左翼と違う。だいたいなんだ男女共同参画予算10兆円って、どこに消えてんだって話なんですけど、まあ答えは左翼の食いぶちに消えてます。フェミとか活動家の食いぶちに消えちゃってんですね、これね。岸田総理、SNS の質問に答える。問い、総理は財務省の犬とか、財務省のポチとか言われてますが、ご存知ですか？だいぶストレートな質問来ましたね。岸田総理、正直言って、なんでだろう。
首をかしげている。まあ、そう呼ばれてることは、知ってることは知ってるみたいだな。なんでだろうなんて、ごまかしてますけど、ネットの話です。すっとぼけんじゃねえぞ。もういいから早くやめてください。口を開けば増税増税。何かするにもクーポンクーポンだからじゃね。犬並みの知能しかないからだろう。あなたは犬以下ですよ。生まれながらのポチに、ポチである自覚はない。共産党宏池会支部の代表ですからね。理由があって罪を犯す確信犯と無自覚にナチュラルに罪を犯す者、どっちが救えるかって話なんですけど、答え、目的がある確信犯である。目的が消滅したり解決すればやらなくなるんだから。対して無自覚な犯罪者はですね、自ら注意して、犯罪をやめることができない。なので治療ができない。更生ができない。救済が困難。ミスを怒鳴ってですね、部下を傷つけることは、やめることできますよね。静かな声で話すであるとか、部下がミスしなくなるであるとかね。他人を傷つけて平気なサイコパスは、悪いと思ってねえから、反省もしないで、そのまま続けます。岸田さんの場合ですね、財務省のポチの自覚がない方が、有害で改善困難じゃねえかと思うんですけどね。むしろ自覚があってですね、なんででしょうって、ごまかしてる方が、まだマシ。今後は総理のなんででしょうがどういう時に使われるかよく観察しててですね、ごまかそうとする時になんででしょう言ってるわ、いうのが分かれば、今後の対策できますよね。イーロン・マスクに買収されたツイッター、ツイッタージャパンの社員も大量解雇だそうであります。トレンドおすすめメニューに大異変、ネットの情報です。テレビ朝日やハフィントンポスト、朝日新聞など左翼系大手メディアの記事ばっかりだった。11月2日を境に更新が止まった。手動でやってるって本当だったんだ。イーロン効果なのか、ツイッター公式からおすすめから左翼系ネタが激減してアニメが増えた。日本のジェンダーギャップ指数はないみたいなニュース記事がトレンドやらトピックスに出てこなくなるなら大歓迎。ツイッターのニュース、夫婦別姓とか生理の貧困とか、ニッチなニュースを飽きるほど繰り返し取り上げて、誰がこんなのにそこまで興味あるんだよって思ってた。操作して、左翼なニュースばっかり上に押し上げてたって話ですよ。ネットの話、こっちゃ、確かに消えたな。手動じゃなきゃあんなに偏ろがな。赤左翼の顔面ブルー。こんなんじゃマスクじゃなくても解雇するわ。ほどほどにしておけばいいものを。バカ左翼はいつもやりすぎなんだよ。変なのが消えるなら何より。ハフポストやらバズフィードの朝日系列の弱小メディアのトピックス多いのはいかにも不自然だったからな。朝日って有料記事が多かったから更新されないとなると収入さらに激減しそう。2月22日、11月7日、今日、午後2時37分。こちらがですね、キャプチャーなんですけど、日本のトレンド、トレンド操作、トレンドトピック、ツイッター社っていうのが見えますでしょうか。大爆笑してしまいましたが、私、これは大量解雇、ツイッタージャパンから社員が大量解雇されたそうですけど、再就職に影響あるのではないか。むしろ、あるといいな。あはははって、どこにも就職できないといいな、こんな言われてる左翼社員はな。さらには朝日の記事がおすすめやトレンドに上がってこなくて収入激減するとなおよしと。私生きてるうちに朝日新聞の倒産が見たいんでね。今日のその他のニュースであります。岸田政権支持率 39.6% で過去最低。 TBS 調査、5ヶ月連続下落、右肩下がりが止まらない。掛け声ばかりで生ぬるい統一への対応、年金減額、消費増税理論、議論、走行距離税、税収最高額でも減税なし、物価高対策に考えなしのばらまきばっか、車検手数料増額、長男を迅速に秘書官に、外国人生活保護は続けると閣議決定、財務省の犬の自覚なしと、などなどの影響でしょうかね。改めて並べっとすげえなおいって、こんで支持率下がってかねえのが不思議なグレーだわ。下がって当たり前だわな。山本太郎、永住外国人に参政権を。ひろゆき、多くの国で移民と揉めています、メリットありません。左翼発狂、大発狂、どこの国でも成功していない
ベーシックインカム推し以外はまともなひろゆきさん、沖縄する座り込みの件で左翼に噛みつかれたのを機にですね、いろいろ調べて知ったんでしょうか、日本の左翼がどんなにクズで卑怯で卑劣で、暴力的でバカで間抜けでやりすぎてすぐ顔面ブルーになって顔真っ赤にして怒って発狂して考えなしに噛みついて論より大声嫌がらせで最後は暴力って考えてて脊髄反射で口答えする存在ということを知ったのでしょうか、ひろゆきさん。大発狂してるのは多分外国人なんでしょうな。日本人は、そんな踊りだって、俺には関係ねえなと思うもんね。こちらには理解できない、仲間にしか通じない変な理屈で、何やら大発狂しておりました。読売調査。中国は安保上の脅威か、イエス 80%、ノー 13%、どちらでもない、わからない、無回答 7%、ノーと答えた 13% なんですけど、立憲共産、令和社民の支持率合計がいつもこのぐらいですよね。真っ赤な顔してですね、多数意見が正しいとは限らないとかですね、80% はネトを寄って絶叫して買った気になってればいいよ。安心してればいいと思うよ。あと怒って、免疫落ちて風邪ひかないようにねまあ引けばいいなと思ってるんですけどもね。というわけで11月13日松戸市議選ポスター貼りボランティアさん大募集であります。よろしくお願いいたします。メール党員さんも大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。